古代雄造は、日本の作曲家、編曲家、ゲームプロデューサー。主に、コンピュータゲームの音楽を手掛ける。株式会社エンシャント代表取締役社長。株式会社ジャグも名誉会長。東京都日野市出身、日本大学桜岡高等学校卒。代表作に、イース、イース2、ソーサリアン、ドラゴンスレイヤー4、ザ・スーパー・オシ、ベアナックルシリーズ。 アクトレーザー、ワンガミッドナイトマキシマムチューンシリーズ、世界中の迷宮シリーズ、セブンスドラゴンシリーズた多,多数。イラストレーターの古代綾野はじつまい。3歳でピアノ、5歳でバイオリンを学ぶ。ピアニストの母が、被災史上の妻にピアノを教えていた縁で8歳頃から被災史に指示し、その下でインプロビゼーション、ソルフェージュ等の基礎的な音楽訓練を受ける。 高校生の時、電波新聞社に自作のゲームミュージックプログラムを持ち込んだことで、同社出版のコンピューター誌、マイコンベーシックマガジンの音楽担当となり、ライター活動を行う。YK-2 名機でゲームミュージックのパソコン向けプログラムを多数発表した、ほか、いくつかゲームのレビューも掲載されている。また並行して、即売会での販布を中心とした100円ディスクシリーズ、 当の制作に参加した。高校を卒業した1986年、日本ファルコムにアルバイトとして入社し、商業作曲家としての活動を開始する。同社採用試験の際に持ち込んだ楽曲が、ザナドシナリオにで使用され、同作がデビュー作となる。以降、ロマンシア、ドラゴンスレイヤー法等への楽曲提供を経て、1987年、 後にファルコムの代表作となるイースにてほぼ全曲を担当し音源の特性を巧みに生かした斬新なサウンドが高い評価を受ける。イースのヒットにより同業者に与えた影響は極めて大きく多数のフォロワーが出現した。イースのサウンドトラックミュージックフロムヤングシナトラはキングレコード初のゲームミュージック専用レーベルファルコムレーベルの第一弾になるなど それまで一般的に馴染みのなかったゲームミュージック作曲家という職種を世間的に認知させる第一人者となる。ソーサリアンでは自身が開発した FM 音源ドライバーミューカーム88を導入するなどしメインコンポーザーとしてシステム基本シナリオの全59曲中40曲余りを担当した。その後、イース2への参加を最後に 約2年の在籍期間をもってフリーランスに転じた。1988年フリーになって初の発表作であるザ・スキームではいち早く PC-8801 用拡張音源サウンドボード2に対応しアドプ CM を積極的に利用した重厚なサウンドが話題を呼んだ。その他にサウンドボード2対応作品として作曲した。 ミスティブルー等があり、サウンドトラック CD も発売され、人気を集めた。1990年、株式会社、エエンシャントを同年4月に設立。代表取締役社長は実母であった。発表されて間もないスーパーファミコン用ソフト、アクトレーザーにて、自身初となるオーケストラ調の楽曲を発表。従来の古代が使ってきたものとは、 概念の異なるハードウェアに苦労しつつも、ソフトウェア、ハードウェアに対する理解とゲームの BGM を作成する際の制約を熟知する古代ならではの、当時としてはリアルな金管、木管楽器の音色を実現した。サウンドトラックのライナーノーツでゲーム評論家の山下明は、第2回初心会で並び立つ協力ソフト群を抑え、間違いなく、 初心会の会場を独占していたと記述し、アクトレーザーのゲームカートリッジの中には、間違いなく、オーケストラがいると評している。さらに、当時スクウェアにて、ファイナルファンタジー4の楽曲を制作中だった、作曲家の植松信夫が、アクトレーザーの楽曲のクオリティの高さに衝撃を受け、サンプリング音色をすべて取り直している。植松は後年、アクトレーザーの楽曲は、 業界内で一つの事件だったとファミ通や同士発行元のエンターブレイン社主催のゲーム音楽コンサートのステージ上やネット媒体等においてたびたび述べている。1991年メガドライブ用ゲームソフトベアナックルにて当時のゲーム音楽としては珍しかったダンスミュージックを取り入れ話題を呼んだ。これは百八十八年頃にロサンゼルスへ行った際、 当時海外で流行していたハウステクの等のダンスミュージックに衝撃を受け、帰国後に新宿や渋谷のレコードショップで音源を集めたり、スペースラボイエローなどのクラブへ赴いて研究を重ねた成果である。ベアナックル3では自作の音源ドライバーにランダムでフレーズを作成する機能を導入するという試みを行い、賛否両論を巻き起こした。2004年には 高校時代の同級生がプロデューサーを務めるレースゲームワンガンミッドナイトマキシマムチューンで自身初となるアーケードゲームにも進出。また、それまではインストゥルメンタルの楽曲制作が主体であったが、2005年にはナムコ X カプコンで初の歌物を発表。翌年2006年にはコナミ社の代表的なタイトルである悪魔城ドラキュラシリーズにも 楽曲を提供すると意欲的に新しい取り組みを行った。2012年にはゲームミュージックの演奏を目的とした日本初のプロオーケストラ集団、社団法人日本 BGM フィルハーモニー還元楽団の発起人、市原雄すすけの要請を受け、遠藤正信と共に同オーケストラの代表理事に就任。現在は遠藤と共に、 ジャグも名誉会長を務める。2013年にはテレビアニメ、銀河機構隊、マジェスティックプリンスの2期オープニングテーマを手掛けるなど、ゲーム以外の仕事も始めている。現在も第一線で活動するベテランゲーム作曲家の一人である。以下は主に楽曲を提供した作品であり、全曲が古代の担当ではなく、他の作曲者が担当した曲を含む作品もある。 1991年当時、植松信夫をはじめとする、スクウェア社の、ファイナルファンタジー4サウンド開発チームが、アクトレーザーの音色に強い衝撃を受けたことから、ソフト開発終盤にもかかわらず音源ドライバと、音色の作り直しを行った、という形で長らく語られていた。ただし、後に、植松本人により、曲自体を一から作り直したとまで噂されているのは、 尾ひれのついた大げさな表現であり、実際に言ったのは、すべての音色のサンプリングをし直したことであると、訂正された。その上で、植松は、でもね、やっぱり当時は勝てなかったよ。アクトレーザーは、当時のスーパーファミコンの中ではダント突でよかったねと、古代を称賛している。しかし、さらに後年となる2016年11月29日に、 配信されたニコニコ生放送の番組では、アクトレーザーの曲、久々に聞いたんですよ。音色、大したことないんですよ。僕は何にショックを受けたかというと、多分音色じゃなくて音楽にショックを受けたんですね。でも今から、全曲書き直すわけにはいかないから、音色だけでも変えようと思って、正直に白状するとと述べており、実際は、音色ではなく、 楽曲そのものの効率に衝撃を受けていたとする本心を打ち明けるに至っている。ダイラントースマッシュブラザーズ X では開発スタッフがゲームの使用についての伝達をミスしたことに加え古代自身が自宅で遊んでいたダイラントースマッシュブラザーズデラックスの設定時間を5分にしていたことが重なり編曲したメインテーマの完成品は5分というロングバージョンだった。 しかし、スマッシュブラザーズの基本ルールは1試合2分であり、ゲームのタイミングと容量の問題でボツになった。このロングバージョンは現在ディレクターである、桜井正宏が原版を所有している。2010年に行われたゲーム音楽のオーケストラコンサート、プレススタート2010シンフォニー・オブ・ゲームズマイナスで、この5分間バージョンが演奏された。X の楽曲選考時に、 この楽曲自体、多くの作曲家が恐れ多いとの理由で避けてしまった。ため、当初から狙っていた古代が即決定となった。ありがとうございます。